はい。吉田隆の教え方チャンネルです。えー、今日は4年生の道徳スーパーモンスターカードについてお話をします、えー。内容項目は善悪の判断、自立自由と責任です。はい。それではあらすじです、えー。友達の大地は今流行っているモンスターカードが欲しい。でもお小遣いはない。そんな大地がコンビニでモンスターカードを万引きしようとしているところを僕は見てしまった。僕は思わず大地と声をかけた。 万引きは無粋に終わって、僕たちは店を出たカードがどうしても欲しかったという。第一に僕はどう言っていいのか分からなかったという話ですね。まあ、万引きをね。正面に据えた教材です。はい、学習指導要領の解説なんですけれども、まあ赤の部分ですね。 正しくないと考えられることを人に勧めないことはもとより、人から勧められたときにきっぱりと断ったり、正しくないと考えられることをしている人を止めたりできるように指導することが大切であると、まあ、これはですね、正しくないと考えられる人を、ね、止めたりというよりもね、万引きというのは犯罪ですのでね、今回は万引きは犯罪であるということをしっかり理解させると、そう考えて指導計画を立ててみました。 はい、えー、それでですね、まあ、万引きは犯罪ですと教師が言ってもいいんですけども、YouTube 動画をいくつか見てみました、えー、中でもですね、子どもの規範意識向上講座、万引きは犯罪、しまねっこチャンネルと、これが一番いいかなと思いますね、万引きをした時のお店の人の対応、警察の方の指導、そして、えー、お父さんやお母さんの動きと。 まあ、万引きを起こすと、こういうことが起きるんですよと。それから、この動画で何度もね、万引きは犯罪ですということを言ってますね、えー。これを主張させるのが一番いいかなというふうに思います。えー、そこで、まずね、資料は読んで感想ノートに書かせて発表したいですよね。えー、その上で、第一のしようとしたことを何と言いますかと、これは万引きと、しっかり教えておくといいですね。 その上で YouTube 動画を視聴して、大地君にあなたはどう声をかけますかノートに書きなさいと、教材文の最後にね、大地君に主人公の僕はどう声をかけていいのか分からなかったというふうに書いてあります。これも、ね、やっぱりしっかりした事実を知った上で、 どう言うべきかということを考えさせた方がいいので YouTube 動画を視聴させてから書かせるといいというふうに思いましたなおねよく似た YouTube 動画いくつかありましたので先生方もね実際に見ていただくので、えーね、その上で選んでいただくといいかなというふうに思いますはいご視聴ありがとうございました説明欄に教材にすぐにアクセスできるホームページの紹介 そして月に1回行っていますセミナーの案内を掲載していますのでそちらの方もご覧くださいこの動画が役に立ったという方は是非チャンネル登録そして高評価ボタンのクリックをお願いしたいと思います